驚愕のデビューナンバー・アンダーライン・アイが L ・ジャポン特別版カバーに登場その舞台裏に迫る紅茶絵ラでも大注目ナンバー・アンダーライン・アイの海外進出の裏側に迫るナンバー・アンダーライン・アイが登場したのは昨年のグループ結成からわずか1年足らずのことである彼らの急成長はまさに旋風のように音楽界を駆け抜けていった 初めてエルジャポン特別版のカバーに登場する彼らは、注目を集める楽曲を次々と発表し、海外の音楽フェスにも積極的に参加している。特に話題となったのは、平野がプロデュースを担当したボンのミュージックビデオである。この作品は、和の要素を取り入れたトリッキーなヒップホップをテーマにしており、盆栽を題材にしている。和を感じさせる音として、三味線やと太鼓ではなく、 少しマニアックで新鮮なショーを取り入れているのが特徴である最初のパートはお経のようなラップ盆踊りや日本のリズム感を意識した部分もあり3人それぞれのパートがイメージされて作られているレコーディングは平野がディレクションを担当し数日かけて進められたまた振り付けは同世代のダンサー経営図 FIRE ともにスタジオで作り上げ ミュージックビデオは平野が編集したサンプルをもとに進歩拓人監督に渡し、監督が整えるという流れで制作された。このようにして、ストーリー性とホラー感を兼ね備えた面白いミュージックビデオが完成した。さらに、ナンンバーーアダランアイのライブの作り方についても興味深い点が多い。彼らの初の単独公演となる有明アリーナのライブは、事務所のみんなが同じ会場でコンサートを開くという大枠の中で、 与えられた材料をどう調理するかという面白さがあるという。秋からの初の単独ツアーでは、材料から選んで作るというクリエイティブな要素がさらに増している。平野は、ファンと一緒に楽しい時間を共有し、夏の終わりに思い出せるようなライブを作りたいと語っている。彼らはまた、数々の音楽フェスにも参加している。特に、 コーチャーラバレエ・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルでの経験は忘れがたいものだったという神宮寺はリハーサルの時間がなかったため緊張する暇もなくステージに立ったと振り返る平野は観客が自分たちの音楽を純粋に楽しんでくれたことに感動し音楽の共通性を実感したと語っているこのような彼らの音楽制作の裏側にはそれぞれのメンバーの個性が色濃く反映されている 平野は、音楽作りの最終段階であるトラックダウンが好きだといい、どうすれば気持ちよく聴けるものになるかをみんなで考えながら進めていく過程が楽しいと語る。今後チャレンジしたいジャンルについては、シチュエーションや心境に合わせてさまざまなジャンルに挑戦したいという。神宮寺は、録音が終わってみんなの声が入ったものを聞く瞬間が好きだといい、レコーディングの地味な作業の中でその瞬間が一番楽しいと語る。 彼はまた、次に挑戦することについては内緒にしておきたいとし、常に新しい驚きを提供することを目指している。騎士は、ミュージックビデオが完成して最終チェックをするときが一番好きだと言い、みんなで揃ってみるときに盛り上がるのが楽しいと語る。彼もまた、常に新しい挑戦を求めている。それぞれのメンバーが持つ個性は、彼らのパフォーマンスにも現れている。 平野は自分の動きを研究し、見せ方を熟知していると神宮寺は評価する。騎士は独特な間の取り方をしており、そのかっこよさと個性が際立っているという。また、メンバー同士での交流も彼らの魅力の一つである。平野は神宮寺とサングラス屋に行きたいと言い、騎士とは動物園に行きたいと語る。神宮寺は平野とマダガスカルに行きたいと言い、騎士とは千葉でゆっくりしたいと語る。 騎士は平野と名古屋で味噌煮込みうどんを食べたいと言い、神宮寺とは昔よく通っていた銭湯に行きたいと語る。このようにして、ナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれの個性と経験を生かしながら、音楽を作り上げている。彼らの今後の活躍にも大いに期待が寄せられている。さらに、エルジャポン35周年にちなんで、35歳になった時の理想の自分像についても語られている。平野は、 ちゃんと考えたことを言葉にして行動できる大人になりたいと語り、健康で大切な人を失わずに生活を豊かにしていきたいという。神宮寺は、理想像を決めずに年齢にとらわれずにいたいと語り、騎士は健やかに過ごし、35歳でもかっこいい人でありたいと語っている。このような彼らのビジョンと目標は、今後の活動に対する期待をさらに高めるものである。 彼らの音楽と人生に対する情熱と努力は、多くのファンに感動を与え続けている。これからもナンバーアンダーラインアイの活躍を見守り、応援していきたい。また、ナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれ異なるバックグラウンドを持っており、その多様性が彼らの音楽に新しい風を吹き込んでいる。平野はもともとクラシック音楽の教育を受けており、その経験が彼の音楽作りに深い影響を与えている。 彼の音楽にはしばしばクラシックの要素が織り込まれており独特の音楽性を生み出している神宮寺はストリートダンスのバックグラウンドを持っておりそのエネルギッシュでダイナミックなパフォーマンスは観客を魅了する彼のダンスは音楽に生命を吹き込むような力強さがあり見るものを引き込む力がある彼のパフォーマンススタイルはナンバーアンダーラインアイのライブに欠かせない要素となっている 騎士はアートに深い関心を持っており、その視覚的な表現力が彼のミュージックビデオやステージデザインに反映されている。彼は音楽を視覚的に捉え、それを映像や舞台装置で表現することに長けている。そのため、彼のビジュアルコンセプトはいつも新鮮で、観客に驚きと感動を与えている。これらの異なるバックグラウンドを持つメンバーが一つのグループとして活動することで、 ナンバーアンダーライン愛は他のグループにはない独自の魅力を発揮している彼らの音楽はさまざまなジャンルやスタイルを融合させたものでありそれがファンの心を捉えて話さない理由の一つであるまた彼らの音楽制作のプロセスも非常にクリエイティブである平野は曲作りの際にまずメロディーやリズムのアイデアをスケッチしそれをもとに他のメンバーと意見を交換しながら楽曲を仕上げていく 彼は常に新しいサウンドを追求しており、そのためにさまざまな楽器や音響効果を試している。神宮寺はリリックを書きながら、自分の経験や感情を歌詞に込めることに重点を置いている。彼の歌詞は、しばしば深いメッセージ性を持っており、聴くものに強い共感を与える。彼はまた、平野と一緒に振り付けを考えることもあり、音楽とダンスが一体となったパフォーマンスを作り上げている。 騎士はビジュアルコンセプトを考える際に、楽曲のテーマやメッセージを視覚的にどう表現するかを重視している。彼は映像や舞台装置を通じて、音楽の世界観を広げることに努めている。そのため、彼のビジュアルコンセプトはいつも斬新で、観客に強い印象を与える。このようにして、No.1i の音楽制作は、メンバーそれぞれの個性と才能を最大限に活かしたものとなっている。 彼らは常に新しい挑戦を続けており、その結果として生み出される楽曲は、毎回ファンを驚かせ、感動させている。さらに、彼らの音楽活動は国内だけにとどまらず、海外にも広がっている。特にアジア圏での人気は急速に高まっており、各国でのコンサートやフェスティバルに出演する機会も増えている。彼らは言葉の壁を越えて、多くの人々に感動を与えることを目指している。 彼らの成功の秘訣は、その独自性とクリエイティビティにあると言える。ナンバーアンダーラインアイは常に新しいことに挑戦し、ファンに驚きと感動を提供し続けている。彼らの音楽とパフォーマンスは、これからも多くの人々を魅了し続けるだろう。